要はゲームキューブとか青じゃないですか。でその後もあの白ベースだったりするので、なのでなんかその要はあの安かったからそれにしましたよねっていうのがかっこ悪いと思った場合に、じゃあ社長が好きだったっていう場合もあると思うので、で安かったっていうのがなんかなんだっけな、どこで最初聞いたんだっけな、なんか結構あのどうでもいいちょろっとした話で出てきたんですよね。なのでそういう感じで割とその、 あのちょろっとしたところで隠すべきことを隠すべきだと分からなくて、なんかあの言っちゃったみたいな身内の話っていうのが割と僕は信憑性高いんじゃないかなと思うんですよね。あの広報の人がやってるので、その広報の人っていうのはそのかっこいいストーリーを作りたがるじゃないですか。で横井軍平さんはそのあの枯れた技術の水平思考っていうあの話をもともと作ってきて、でじゃあその任天堂って昔からそうなんですけど、そのあのファミコンもその余ってたあの CPU があるから、じゃあそれ使ってゲーム作ろうよとか、でなるべくそのあのメモリーもそんなに増やさないで、あの安いハードウェアを作ってやった方がいいよねとか、でそのあの要は普通にじゃあその画面があってコントローラーがあってじゃなくて、じゃあその移動を計測できるような形でやったら Wii みたいなのが作れるよねとか、じゃあその、 あの任天堂のスイッチみたいなの傾けたりとかっていうので、その何か既存の技術を組み合わせることで面白いものって作れるよねっていうので、であのソニーのプレイステーションの場合ってプレイステーション2プレイステーション3とかひたすら CPU を速くしてグラフィックボードを良くして、でセルっていう CPU をなんか独自のを作っていましたみたいな、そのもうスペックをどんどん上げていこうっていう感じなんですけど、任天堂はそのじゃあ 3DS みたいな安いけどちょっと変わったものができるよねっていうので、じゃあソフトウェアで面白いものを作りましょうみたいな感じの、それそのあのひたすら技術を開発するのではなく、あくまで枯れている技術を別の形にすることで面白いものを作りましょうっていうのが、まあ軍平さんの思想なんですけど、なので確かとね、任天堂のゲームボーイで一番最後に出たゲームのパズルゲームの名前が軍平っていうパズルゲームだった気がするんですよね。でそれが確か宮本さんがその軍平さんが亡くなった時に作ったみたいな、なんかそんなような話だった気がします。